34、カラオケ発明者にノーベル賞カラオケを発明した日本人、井上大輔さんが2004年のイグノーベル平和賞に選ばれました。受賞の理由は、カラオケを発明して人々が仲良くなる手段を作ったということです。井上さんは若い頃、神戸のバンドでドラムを叩いていました。ある時、 井上さんが歌の入っていない演奏だけのテープをお客にプレゼントしたところ大変喜ばれました。それがきっかけで井上さんは世界で初めてのカラオケ装置を考え出しました。井上さんは1971年に会社を作ってこのカラオケ装置の販売を始めましたが特許を取っていませんでした。この装置は大変人気があったので いろいろな会社が新しい技術を使ったカラオケ装置を売り出しました。その結果、井上さんの会社は競争に負けて倒産してしまいました。でも、井上さんは悔しいとは思っていません。みんながカラオケで楽しそうに歌っているのを見ると、とても嬉しくなるそうです。問題1話の内容と合っているものに 丸。違っているものに、罰をつけてください。A。井上さんは若い頃、バンドで音楽を演奏していました。B。井上さんは世界で初めて、カラオケ装置の特許を取りました。C。井上さんの発明は、世界の人々が仲良くなる手段になりました。 D 井上さんは他の会社との競争に勝ちました E 井上さんはカラオケ装置を発明してよかったと思っています 34、カラオケ発明者にノーベル賞カラオケを発明した日本人、井上大輔さんが2004年のイグノーベル平和賞に選ばれました。受賞の理由は、カラオケを発明して人々が仲良くなる手段を作ったということです。井上さんは若い頃、神戸のバンドでドラムを叩いていました。ある時、 井上さんが歌の入っていない演奏だけのテープをお客にプレゼントしたところ大変喜ばれました。それがきっかけで井上さんは世界で初めてのカラオケ装置を考え出しました。井上さんは1971年に会社を作ってこのカラオケ装置の販売を始めましたが特許を取っていませんでした。この装置は大変人気があったので いろいろな会社が新しい技術を使ったカラオケ装置を売り出しましたその結果井上さんの会社は競争に負けて倒産してしまいましたでも井上さんは悔しいとは思っていませんみんながカラオケで楽しそうに歌っているのを見るととても嬉しくなるそうです <music> 34、カラオケ発明者にノーベル賞カラオケを発明した日本人、井上大輔さんが2004年のイグノーベル平和賞に選ばれました。受賞の理由は、カラオケを発明して人々が仲良くなる手段を作ったということです。井上さんは若い頃、神戸のバンドでドラムを叩いていました。ある時、 井上さんが歌の入っていない演奏だけのテープをお客にプレゼントしたところ大変喜ばれました。それがきっかけで井上さんは世界で初めてのカラオケ装置を考え出しました。井上さんは1971年に会社を作ってこのカラオケ装置の販売を始めましたが特許を取っていませんでした。この装置は大変人気があったので いろいろな会社が新しい技術を使ったカラオケ装置を売り出しました。その結果、井上さんの会社は競争に負けて倒産してしまいました。でも、井上さんは悔しいとは思っていません。みんながカラオケで楽しそうに歌っているのを見ると、とても嬉しくなるそうです。うん